大江岩尾代から1813年1月11日は、官位の宮助人新郎の女房。甲角天皇の聖母で、明治天皇の皇祖母にあたる。陰号は、連城院。1744年に、法規国倉吉で、鳥取藩の家老荒雄氏の家臣だった父、岩室宗正と、鉄問屋の娘であった母、おりんとの間に生まれる。陽名はおつる。 九歳の時に浪人して、町医者となっていた父、宗政と共に刑に上がる。幼女となり、串毛家に仕えるなどの経緯を経て、十代の頃には、立花生を名乗り、大江とめ子として、光るくし内新郎の次女となった。その後、秀子内な新郎が、官員の宮助人新郎に嫁ぐと、岩代となを改め新郎の女房となり、長愛を受けて三人の御子を設けた。 その長男で、菅の宮助人親王第六王子、志人親王は、巫女のいなかった、ご桃もの天皇の第一王女、吉子内親王を中宮のに迎え即位した。天皇の聖母としては、当時では、異例の出自の低さであった。助人親王没後は出家して、連城院と合し、次男で、正午院門関宮家を継いでいた、菅の宮助人親王第七王子。 英二入道親王の下で暮らした。父、岩室宗政もその縁で家臣に取り立てられ北京の位を与えられていた。1812年に69歳で没し、ロザンデラに葬られた。1878年に聖四位、1902年に11位を贈られた。ありがとうございます。